ウィリアム・リチャードソンの肖像が、ウィリアム・アダムス・リチャードソンは、アメリカ合衆国の裁判官、政治家、ユリッシーズ・グラント大統領の下で、財務長官を務めた。1821年、リチャードソンは、マサチューセッツ州ティングズバーローで生まれた。リチャードソンは1843年に、ハーバード大学を卒業し、法学を学んだ。そして1846年に、 マサチューセッツ州から弁護士の認可を受け、同州ローェールで弁護士業を開業した。リチャードソンは弁護士を務める一方、ホイッグ党、共和党で政治活動を行った。市議会議員、ミドルセックス軍遺言権人裁判所判事を務め、マサチューセッツ州報酬の編集、出版に携わった。法令集は1855年に完成し、 リチャードソンは1873年の改定にも関与した。1869年、ユリシーズ・グラント大統領は、ジョージ・バウトウェル財務長官の要求により、リチャードソンを財務次官補に任命した。そして1873年にバウトウェルが財務長官を辞任すると、後任にリチャードソンが指名された。南北戦争後の合衆国経済が急速に、 拡大したため、商業銀行は資金不足を懸念し、大量の貸し付けを行った。その結果、通貨の供給が追いつかなくなり、1873年強行が引き起こされた。リチャードソンは通貨の需要を満たすため、2600万ドルの緑瀬紙幣を発行して対応した。議会はこの対応を疑問視したが、経済回復を重視した議会はこれを追求せず、 翌1874年には、教皇からの脱却に成功した。しかしながら1874年初頭、サンボーン事件が明るみに出ると、リチャードソンはこのスキャンダルの家中に書き込まれた。この事件では、リチャードソンが、滞納税の徴収人として民間から雇った、ジョン・サンボーンが、自身の懐に徴収額のおよそ半分を入れていた、ことが問題となったが、 その金の一部がリチャードソンへも流れていたのではないかとの疑惑が持ち上がった。実際にはリチャードソンの直接の関与を示す証拠は上がらなかったが、参謀を徴収人に指名したリチャードソンはその責任を追求され、同年6月に財務長官を辞任した。不名誉な退任にもかかわらず、リチャードソンは間もなく政治的立場を回復し、 アメリカ合衆国請求裁判所の売席判事に就任した。1885年には裁判長に昇格し、1896年に死去するまで同職を務めた。1896年、リチャードソンはワシントン DC で死去した。リチャードソンの埋葬場所は不明である。ありがとうございます。